第二部知的所有権の取得可能性、範囲及び使用に関する基準第一説著作権及び関連する権利第9条ベルヌ条約との関係。1、加盟国は、1971年のベルヌ条約の第1条から第21条まで及び付属書の規定を遵守する。ただし、加盟国は、 同条約第6条の2の規定に基づいて与えられる権利またはこれから派生する権利については、この協定に基づく権利または義務を有さない。2、著作権の保護は、表現されたものに及ぶものとし、思想、手続き、運用方法または数学的概念自体には及んではならない。 第10条コンピュータプログラム及びデータの編集物1コンピュータプログラムソースコードのものであるかオブジェクトコードのものであるかを問わないは1971年のベルヌ条約に定める文学的著作物として保護される 2. 素材の選択または配列によって知的創作物を形成するデータその他の素材の編集物、機械で読み取り可能なものであるか他の形式のものであるかを問わない。は、知的創作物として保護される。その保護は、当該データその他の素材自体には及んではならず、また、 当該データその他の素材自体について存在する著作権を害するものであってはならない。第11条対応権少なくともコンピュータプログラム及び映画の著作物については、加盟国は、著作者及びその承継人に対し、これらの著作物の原作品または複製物を公衆に商業的に対応することを許諾しまたは禁止する権利を与える。 映画の著作物については、加盟国は、その対応が自国において著作者及びその承継人に与えられる排他的複製権を著しく侵害するような当該著作物の広範な複製をもたらすものでない場合には、この権利を与える義務を免除される。コンピュータプログラムについては、この権利を与える義務は、 当該コンピュータプログラム自体が対応の本質的な対象でない場合には適用されない。第12条保護機関著作物、写真の著作物及び応用美術の著作物を除くの保護機関は自然人の生存期間に基づき計算されない場合には権利者の許諾を得た公表の年の終わりから少なくとも50年とする。 著作物の制作から50年以内に権利者の許諾を得た公表が行われない場合には、保護期間は、その制作の年の終わりから少なくとも50年とする。第13条制限及び例外加盟国は、排他的権利の制限または例外を著作物の通常の利用を妨げず、かつ、 権利者の正当な利益を不当に害しない特別な場合に限定する。第14条実演化。レコード、録音物、制作者及び放送機関の保護。1、レコードへの実演の固定に関し、実演化は、固定されていない実演の固定及びその固定物の複製が当該実演化の許諾を得ないで行われる場合には、 これらの行為を防止することができるものとする。実演家は、また、現に行っている実演について、無線による放送及び講習への伝達が当該実演家の許諾を得ないで行われる場合には、これらの行為を防止することができるものとする。二、レコード制作者は、 そのレコードを直接または間接に複製することを許諾しまたは禁止する権利を共有する。3. 放送機関は、放送の固定、放送の固定物の複製および放送の無線による再放送並びにテレビジョン放送の公衆への伝達が当該放送機関の許諾を得ないで行われる場合には、これらの行為を禁止する権利を有する。 加盟国は、この権利を放送機関に与えない場合には、1971年のベルヌ条約の規定に従い、放送の対象物の著作権者が前段の行為を防止することができるようにする。4. 第11条の規定、コンピュータプログラムに関わるものに限る。は、 レコード制作者及び加盟国の国内法令で定めるレコードに関する他の権利者について準用する。加盟国は1994年4月15日においてレコードの貸与に監視権利者に対する公平な報酬の制度を有している場合には、 レコードの商業的対応が権利者の排他的複製権の著しい侵害を生じさせていないことを条件として、当該制度を維持することができる。5、実演家及びレコード制作者に対するこの協定に基づく保護期間は、固定または実演が行われた年の終わりから少なくとも50年とする。3、の規定に基づいて与えられる保護期間は、 放送が行われた年の終わりから少なくとも20年とする。6、1、2、および、3の規定に基づいて与えられる権利に関し、加盟国は、ローマ条約が認める範囲内で、条件、制限、例外及び留保を定めることができる。ただし、1971年のベルヌ条約第18条の規定は、 レコードに関する実演家及びレコード制作者の権利について順用する。